アブバカルカマラは、フランスバルドワーズ県ゴネス出身のプロサッカー選手。ディジョンフコに所属している。ポジションは FW。2013年に、エースモナコの B チームでプロデビューし、翌2014年にトップチームデビュー。しかしトップリーグ1年目の2014から15、シーズンは2試合の出場で終了。2015年7月、ベルギージュピラープロリーグに移籍。 2016から17シーズンはリーグ2のアミアン SC でプレーし、45試合15ゴールを記録。チームのリーグ1昇格に貢献。2017年7月31日、イングランドのフラム FC と4年契約を締結。加入1年目の2017から18シーズンは2部リーグで32試合で7ゴールを記録し、2013から14シーズン以来の プレミアリーグ復帰に貢献した。2018年12月30日のハダースフィールド、タウン FC 戦、前半終了間際に PK を獲得した際、PK を蹴る予定だったアレクサンダル・ミトロビッチと、激しく口論となり、PK を強奪したものの、結局は失敗。試合の方は、皮肉にもミトロビッチが試合終了間際にゴールを決め、一から零で勝利したものの、試合後。 クラウリ・オラニエリは激怒。以降カマラは無期限の活動禁止処分が下された。しかし、2019年1月21日、今度は、フラムのチーム施設に、釈明のために訪れた際にチームスタッフを暴行した、疑いで逮捕され、後に釈放されたものの、1月31日に、シーズン終了までのローン遺跡の形で、家にマラティアスポールに放出された。 ありがとうございます。